スコーレム問題とは、定数係数回帰数列に例が含まれるかを判定する数学上の問題である。この問題は、整数、有理数、代数的数など、様々な種類の数に対して定式化される。この問題を解くアルゴリズムが存在するかは未解決である。線形回帰関係は、各項をそれ以前の項の線形結合として定義し、例えば、 フィボナッチ数は以下の全化式と初期値 F イコール0、F イコール1で定義される。スコーレム問題は1933年に数列上の例についてのスコーレム、マーラー・レッヒ定理を証明したとアルフスコーレムにちなんで名付けられた。この定理は数列に例が含まれる場合、非常に多くの例外を除いて、例は規則的に繰り返されるという定理である。 スコーレムはこれを有利数上の回帰数列について証明し、マーラーは代数的数上で、歴比は表数が例の定で成り立つことを証明した。しかし、定理の証明は例が存在するかどうかを判断する方法を示していない。定数係数回帰数列が無限に多くの例を含むかを判断するアルゴリズムは存在し、もし無限に多くの例を含むのであれば、 全化式の特性多項式の根の代数的性質に基づいて、例の位置の分解を周期的な部分列として示すことができる。スコーレム問題の難しい部分は、例が有限個である場合に、例が存在するかを判定する部分である。スコーレム問題に対する部分的な解は知られており、4項以下の全化式の特殊な場合については解かれている。しかし、 この解決法は5個以上の全化式には適用できない。整数回帰におけるスコーレム問題は NP 混乱に属する。ありがとうございます。